皆さんこんにちは。テレビアニメ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、足立清役の小林千秋です。杉間笹役の古川誠です。言えてましたこれ。アフレコ収録を終えたばかりの僕らがアフレコ現場から取り立てほやほやのトークをお届けしていこうというミニラジオ番組企画、本日は第8話となります。はい。というわけで第8話取り立てではございますが、まあ以前古川さんはと一緒にアフタートークもやらせていただきましたけど、やりましたね、その時はまだ告げ魔法使いになってなかったタイミングでしたね。でしたね。その後4だか5だかで魔法が使えましたね、誕生日を迎えまして。そうですよね、で港と一緒にちょっとそういうドキドキした雰囲気も出てっていうところで、だいぶそこから進展したなっていうふうにお互いですけど、確かにそうですね、あったところではありますけど、まあ、前半で言うと、まあ、足立が誕生日プレゼントを渡すみたいなね、ところでちょっとドギマギしてましたけど、タンプレって難しいなって思いました。タンプレ難しいっすよね。しかも大人のね、30歳同性の同僚の、しかも相手センスいいと余計にね。いやわかるよ、まあ、黒沢なんかっていうのはさ、僕黒沢受けたんですよ実は。オーディションでね、前回も確か言ってた。あのオーディションの資料でですね、某あのブランドの香水をつけているとそういう感じ、そういう感じっていう、まあね、そのニュアンスで、まあキャラ的にはこんな感じにしたいですっていう、モテる男、できる男的なことですよね。そのブランドの香水をいつもつけてるやつに贈るプレゼントってもはや何も浮かばないの。太刀打ちできないですもん。もうそのブランドの香水をあげるしかないの。あもう持ってるかもしれんけど、まあ足しにしといてくれや、みたいなね。そうね、タンプレはだから、あのなるべく普段使いもできるけれども、あのなんだろう、どっちに転んでもいいように、俺はアンダーウェアを送ってるよ。おー、トレーニングとか、まあ、あ違う違う、あパンツ、そっちか、もうパンツ、あボクサーパンツを毎回送ってるよ。おパンツを送ってる。じゃあもう仮にじゃあ僕に誕生日プレゼント渡すってなっても、おパンツ、パンツかな。あのおもろいさ柄が、柄を作ってるパンツ屋さんがあって、そこにちょこちょこ買いに行くんだけど、まあ誕生日プレゼント買おうと思ったら、まあなんかこうネタにできそうな感じのやつをね。ああいいですね。でまあそこまでなんかこう奇抜じゃないし、履いてたらちょっとプッてなるくらいのやつだったら、まあね、その何でもない日に履いてくれりゃまあそれでいいかなぐらい。そうですね、パンツなんていくつあったっていいんだから。いいですしね、別に誰に見せるわけでもないですから。そうです、助かるんですよね結局、パンツとか靴下とかタオルってね。そうなのよね、消耗品っていいよ ね、かさばるからとかあんまないですからね。あんまりないからね、いくらあっても。どちらかといえばやっぱ食器系の方がいっぱいもらうと、あいつの間にか食器棚パンパンにとかね。あのマグカップってさ、俺もらって嬉しいものの一つ。わかります。基本的にね、なんか概念としてマグカップをもらえるとかさ、あこういうグッズのマグカップあるんだ、いいな、かっこいいなとか、かわいいなと思うじゃん。増えた時がかさばり方えぐいんだ。いやそうなんですよね、もちろんなんかこう使う時の楽しみとして今日どれ使おうかなとか、あるその食器棚もちょっとその自分の演じたキャラとかでなると、なんかちょっとねテンション上がるんですけど、すぐパンパンになっちゃうっていうね。もうパンパンよ、マグカップで遊べるぐらいパンパンよ。そうね、マグカップごっこできるかもしれないですけど、できるかもしれないけれど、でもだからプレゼントする際にはマグカップとか食器系は一応相手の食器事情じゃないですけど、ちょっとは鑑みた方がいいのかもなとか思ったりもしますけど、まあそうね、あのなんだ、新生活始まりましたみたいな感じのところでね、ちょっとまあ食器とか足りないだろうから、マグカップとかよかったら使ってよみたいな感じですね。俺一回でもマグカップで一番面白かったのがあって、俺が29、29歳の誕生日、まさに僕と同い年、その時に、まあ名前は伏せるんだけれども、友達が、マグカップ作ってくれた、木彫りで、木彫りでメッセージも彫ってくれて、そう、うわ嬉しいと思って買ってみたら、味噌汁って。すげえな、そうだけど早いんだよな。まあ近いからそうっちゃそうなんだけど、あれみんなみんなおめでとうおめでとう、これみんなで作ったんだよ、これ見てよ、ずっぱ味噌汁。みんなあれお前やったな。
まだ29だぞって、ね、そう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 、あれは面白かったし、でも嬉しかったね、なんかそんなこだわってくれてありがとう。そうですね、やっぱ気持ちはね伝わりますからね、うん、前のめりになってしまったぐらいこう思ってくれたんだなっていうね。うまいこと言うね。いや本当に、いやいいようでね、いいフォローありがとうございます。いやいやいや、きっと喜んでると思います。いや実際ね、自分がもらってもまあ嬉しいだろうな、なんだかんだって思いますしね。なんだかんだね、そういうのはね、うん、なんかあるかい、あの誰かに送った、とか誰かからもらったプレゼントで嬉しかったなみたいな。あーでももうシンプルにやっぱそういう服とか身につけるもの系はね、その自分がやっぱ身につけない買わないみたいなところからこうくれると、うん、あなんか意外と実際自分もこういうの着るとありなんだなとか、新しい発見もらえたりもしますしね。ちょっとなんか本当に自分がいつも買えないようなものをね、あそうですね、いただいたりとかね、全く自分は行かないような、うん、まあブランドさんだったりとかのもらえると、うん、あここのいいんだなとか、なんかこう知見が広がるじゃないですか。確かに確かに、とかいいなと思いますし、結構まあ何もらってもまあ愛がね、あれは基本は嬉しいです、嬉しいなと思いますね。まああと柘植と港サイドでこうまあちょっとダンスをね、はいはい、見に行ったりまあしてましたけど、面白かったですね。クラブのねガヤを取ろうってなってありました、ね、クラブに行ったことある人ってなって誰も手挙げられない。そうですね、8人ぐらい大の大人がいたんですけど、ちょっと挙手上がらなかった、ね、上がらなかったですね。でクラブの DJ ってどんなことするんですか。分からないです、ね、音楽かける以外に彼ら何してるんだろうって。分かんない、あの俺それ以外だと知ってる DJ はコウさんしかいないから、ね、あ有名なね、あの有名な、そうそうそう、はいはい、コウさんは多分一般的な DJ では多分ないんだろうな。そう、割と喋る方だと思う、ね、喋る感じのね、方が気さくな方ですから、うん、かもしれないけれども、まあ、でもこのダンスをこの社会人になってまあやってるじゃないですか、みんなと、はいはいはい、なんかちょっと共感できますよね。僕らもこのいわゆる正社会人ではなく、ちょっと外れたじゃないですけど、はいはい、違う道を歩んだわけじゃないですか、声優とか役者っていう、はいはい、っていうところで、うん、やっぱ25ぐらいになるとやっぱこの、そういうことね、就職3年目ぐらいの人から、うん、あ声優いいよね頑張っててみたいなこと言われると、向こうは多分本当に褒めてくれるんだろうけど、うん、なんかちょっとねバカにされてるような、ちょっと気恥ずかしいような、あーなるほどなるほど、あー儲かるって言われた、あー儲かるぼちぼち返しちゃった関西人じゃないですか大阪人ぼちぼちなって返しちゃったけど、バカにしやがったなと思って、はいはい、そうそうそう、なんかね向こうは多分こう酒のその魚にしようとね、うん、古川はなんか特殊な仕事してるからさみたいなこういじりなんでしょうけど、けどね、ちょっとこっち繊細にちょっと受け取っちゃいがちですよね。まあちょっとね、まあでもそれだけやっぱりこう周りの人とちょっとずれたところにいるんだろうなっていう疎外感はありつつ、うん、まあでもこの仕事だからできるその表現であるとかね、はいはい、そのそうなんだろう、貢献というか、うん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 、そういったところが自分の中の誇りにできたらいいんじゃないかなっていうふうには思うんで、うん、港くんもぜひそうなってほしいですよ ね。なんかそういう立場でも見れるようになったし、そんなね港を推す柘植も素敵だなと思いましたが、はい、ついにね、まあそんな今週魔法使いであることも告白して、うんうん、そして最後の方はまあチュッチュしてしまった黒沢と私なんですけれども、いやアダルトでした ね、ちょっとね来週どうなるかなっていうの気になるところだったと思うんですが、うん、ちょっともうそろそろ締めないといけないというわけですので、はい、チェリー魔法配信でもご覧いただけますし、繰り返し見ていただければなと思いますし、ぜひ SNS での感想もお待ちしていますし、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで足立清役の小林千明と柘植正人役の古川誠でした。来週9話の放送もお楽しみに。